デジレル 25mg レスリン 25mg 上トラゾドンはセロトニン遮断再取り込み阻害薬に属する抗うつ薬の一つ。脳内の神経伝達物質であるセロトニンの量を増やすことにより、うつ病、うつ状態の改善に効果がある。眠気の副作用がある。3関係、4関係抗うつ薬に属さない新しいタイプの抗うつ薬で、3。 スナリー、ナッサの登場まではよく使われた。日本では商品名デジレルでファイザーからレスリンで MSD 株式会社から発売されている。水、エタノール、クロロホルムにやや溶けやすく、ジエチルエーテルに溶けにくい。主に眠気、ふらつき、喉の,の渇き、だるさ、セロトニン症候群、軽い不整脈、動悸、便秘など。また陰お及び、 人格の持続性勃起が起こることもあるが、その場合には、直ちに服用を中止し、医師に相談すること。また急に服薬を止めたり、減量した場合に離脱症状が起こる、可能性がある。そうか、エムトリートメントオブベンゾージアセピンディペンデンス、N イングル、le, J メット、2017-376、1147から1157、1, 7, ドイ、10.1056、 ネイハムラ1611832ありがとうございます。